長澤瑞希です。現在は芸能活動を行っていて、日本テレビのズームインサタデーでキャスターをやっています。まずふとした時に自分の呼吸がすごく浅くなっているのに気がついて、でヨガって呼吸とすごく深い関わり合いがあるなっていうのを思い出して、あ、ヨガのことについてしっかり学んでみたいなっていうふうに思ったのがきっかけです。もともとその整体とかアロマの開業コースっていうのがあって、それに5年前ぐらいに通っていたので、そこでこう自分がもう YMC ってすごくいい学校だっていうのを体感していたので、そんな YMC がヨガを教えているっていうのが分かった時点で、もう YMC で学ぶっていう一択しかなかったです。 YMC はやっぱり整体だったりリフレクソロジーだったりアロマ、ヨガ、ベビーっていうふうにいろんなものがあるので、で先生もいろんな方がいて、で筋肉のことだったり体のことをものすごい分かってる人たちがいるので、そういう中で学んでいけるっていうのは一番いいポイントかなと思います。なんか心が軽くなった気がします。なんかちょっとしたことで悩んだりとかっていうのがあんまりなくなったのかなっていうイメージがあります。最後の1級ヨガ1級の時の担当の先生が三重子先生だったんですけど、まずもう全てのアーサナがかっこよくて、とにかく憧れです。であと1級の試験に合格した後にみんなに向けて、その今からがスタートだからねっていうのを言っていて、その一生勉強は続くんだよっていうのを聞いて、あ、確かになと思って、生徒の時はその試験がすごくそこまでのゴールだったんですけど、いざ取ってみたらそうではなくて、現場に出ていろんな方を見ていくことできっとこれから学ぶこともいっぱいあるし、まだまだやっぱり勉強っていう部分で深めていかなきゃいけないんだなっていうふうに思いました。やっぱり受けてもらった方がその1時間のレッスンをやってよかったな、気持ちよかったなって思ってもらえるようなレッスンにしていきたいなって思います。なんかこう難しいものをひたすらやっていくっていうよりかは、その初心者の方でも始めやすいヨガっていうものをやりたいなって思っています。今後はやっぱりヨガのレッスンを持ちたいっていうのと、あとオンラインサロンは始めたいなと思っていて、で今始まっているのはヨガジャーナルオンラインさんでコラムを書いています。なので、今コロナの状況もあるのでイベントとか難しいと思うんですけど、そういうのにも挑戦していきたいなと思っています。 YMC はやっぱり整体だったりアロマとかいろんな人たちがいるので、体について深く学ぶっていうのはすごくもう YMC が合っていると思いますし、あと卒業した後も講座っていうのがたくさんあるので、ブラッシュアップもしていけるっていうスクールなので本当におすすめです。すごい難しいんですけど、やっぱり出会ってよかったなっていう存在であって、で体心を整えるためには本当に大切なものになっています。ありがとうございました。